こんにちは。こんにちは。今日ご紹介するお車は日産セレナ。はい。グレードがハイウェイスター。はい。年式が平成20年。はい。走行距離は94,000キロ。はい。車検が平成27年9月までとなっております。はい。駆動が FF、 ミッションは CVT。 はい。色がですね、ダイヤモンドシルバー。はい。綺麗な、そうですね、明るい感じの色ですね。はい、シルバーですね。主な装備はですね、ダブルエアコン、パーステ、パーウィンドウ、ダブルエアバッグ、 ABS、それからスマートキー。はい。そして目の前に映ってるですね、ナビ。はい。フルセグついてます。それからですね、アラウンドビューモニター。はい、バッチリ映りますね、全体が。はい、はい。まあ、その辺は写真撮ってますので確認していただければ、はい。その他 ETC、イオンエアコンですかね。はい、はい、クリーンエアコンみたいな感じですね。それから外装でいうと HID ヘッドライト、純正アルミホイール、エアロ、はい、などなどとなっております。まあ、はい、昨今でいう電動スライドというのがですね、そうですね、まあ、この車にはついてはいないんですが、はい、まあ、装備としてはですね、まあ、かなりいい、いいですね、はい、いいと思います。で、セレナの一つの特徴なんですけど、はい、センターのウォークスルー、コンソールがですね、前後するんですよ。はい。で、運転席のところにやるとですね、セカンドシートがキャプテンシートみたいに分割なる。はい。そしてそのコンソールをですね、セカンドシートのところにやると、ベンチシートになると、様変わりするという、まあ、よく考えてあるという、はい、便利ですね。はい、感じです。まあ、距離が9万4000キロなんですけど、はい、スムーズ、スムーズですね。はい。車もしっかりしてますね。調子もいいですね。はい。足回りも下手った感じもあんまりないですし、ピッチングも少ないと思います。うん、運転しやすいですよね。なんかそうですね、目線の位置も高めなんで、はい、見切りもいいですね。はい。まあ、ハイウェイスターなんで格好もいいですし。そうですね。はい。気がしないという。確かにハイウェイスターですね。はい。まあ、他メーカーの、例えばボクシーとか、はい、ステップワゴンもそうなんですけど、はい、ちょっと距離が若くて年式が若いと、はい、ボンと値段が跳ね上がるという感じで、まあ、その点ですね。まあ、距離は少し多いんですけど、9万4000キロなんですけど、コンディションがいいものが、はい、まあ、100万以内で買えるという、まあ、100万前後ですかね、はい、で買えるっていうのは、まあ、一ついいんじゃないかなと思いますけど、うん、あ、そういえば燃費計ついてましたね。そうですね、燃費計ついてますね。やってみてください。燃費計はその設定、あ、情報のその車両情報ですの、あ、ね、そうですね、映るかな。あ、見えないですね。あ、見えましたかね。まあ、こういったモニターもあるという、はい、はい。車検が、まあ、今現在であと残り2ヶ月ちょっとしかないので、はい、まあ、車検受け渡しでお渡しすることも可能なので、はい、まあ、その辺含めると、まあ、100ちょっとになるのかなと思うんですけど、
はい、コンディションもいいんでご検討いただいてご連絡などいただければと思います。はい、でいいですか。はい、ありがとうございます。